はい、皆さんこんにちは、 T です。さあ本日もバイクで行く東海道53次すごろく旅をお届けしてまいりたいと思います。東京の日本橋から京都の三条大橋まで1日1回サイコロを振って宿場町を回っていく一風変わった旅をお楽しみください。おさらいです。昨日一番最初のサイコロを振って14を出した私は14番目の宿場町吉原へと参ります。途中まで順調だったんですが事件です。箱根峠を越えていく中でまさかの霧、悪戦苦闘もしながら峠を越えていくんですが、今日の目的地は、14マス目の吉原、今は三島アウトです。全然言えない。ということで処分を発表します。今日はサイコロ振る権利を剥奪します。はい、ということでチョンボをした私は本日向かう目的地、本来昨日行くべきだった14の吉原宿へと参ります。それでは行ってみよう。はい、昨日相当疲れてたんでしょうね。朝から体が動かず、出発は12時6分になりました。11番目の宿場町、三島宿へと到着でございます。町には石碑や看板がたくさんありますが、歴史を感じたい人は三島大社に行くことをお勧めします。昨日の箱根事件から何も食べてなかったので、まずはこちらのうなぎ桜屋さんにてうなぎをいただきたいと思います。名店なので行列だったんですけども、予約すればだいたい5分ぐらいで入ることができました。三島といえばうなぎでしょう、うなぎといえば三島でしょうということですね。おすすめのうなぎチアンを今からいただいてまいりたいと思います。いやー美味しかったですね。静岡のうなぎはどちらかというとパリッペロリンチョヨーン、美味しかったもん。はい、ということでですね、腹ごしらえもできたので次の宿場町へ参ります。いやー三島いいとこでしたね。やっぱ一回泊まると愛着湧くよね。さあ行きましょう。まずは沼津へと参ります。ずっと東京のところから沼津ってね標識がありましたんで、やっと沼津かという感じです。はい、まずは、今ね県道21号を走っていますので、国道1号東海道へと乗るために、向かっております。風が気持ちいい。さあ国道1号へと参りました。あ、そうそう、昨日ですね東海道53次すごろく旅デイ1で、私はあの集合時間に30分遅れたんですけど、本当にごめんなさい。これ理由がございましてですね、なんとあの私あのバイク納車、まあ今日4日目なんですね。でデイ1の時はまあ3日目でございまして、まだバイクに慣れてなかったんですよ。出発の時にですね、実はあのバイクを2回ほどこかしてしまいましてですね、いやーやっちまいましたね。でちょっとあの一時的にこうエンジンが止まりまして、30分ぐらいこう悪戦苦闘してたらですね、まあ、遅れてしまうというですね、本当にこうトラブル続きな、わけなんですけど、はい、まあでもですね、箱根峠を越えてからはなんかこう運転というか取り巻きも
安定してきたんじゃないかなというふうにここで思っておりました。さあ沼津のね市街地までやってまいりましたが、どこですか、どこだ、ここら辺でいいのかな。沼津栄えてんな。さあここがね一応高田本陣跡みたいですね。おお、なんかいいね、なんかいいね、いい感じで、なんていうの、ノスタルジーで。おお、アーケード、なんだった。いやー沼津は個人的に好きでしたね。あ、そうそう、余談なんですけどね、12個宿場町を回ってるとだいたいなんかこう宿場町のパターンが見えてきたなと、1つ目は今の沼津みたいな商店街アーケードパターンで、2つ目は歴史的建造物ちゃんと保管してますせパターンで、3つ目はですね、まあ、なんとも言い難いんですけど、標識とか石しかないあのすっぽんぽんパティーンですね。いや非常にいろいろ楽しめます。ベロリンチョヨン。日本橋からは 124.7 キロ地点原宿の付近へと参りました。今回おそらくすっぽんぽんパティーンなんですね。ただですね、知見があれば、この歴史に馳せる思いがあれば大丈夫なのかなと。どっちかというと私はそっちはないので、おしゃれに撮影することによって楽しんでまいりたいと思います。頑張るわよ。今日最後の目的地、吉原宿へ参ります。レッツゴー。太陽が出てきました。あ、いい感じですね。いや富士山はちょっと今日見えないですね、残念。またシュートしましょう。あ、富士山とベッコちゃん撮りたかったですけどね。明日撮れるんじゃないかな。そうか、明日ちょっと期待していきましょう。いやでも圧巻ですね、この山並み。ずーっと左から右にずらーっと。気持ちいい。すげー工場並んでんだけど。おー、すげー黙々してます。すごいモクモクしてる街です。煙突町のプセル見て、おー、いいね。富士市、富士山は見え。
ペロリンチョヨン、優勝はビーフシチューさん、ごちそうさまでございました。ホテルに戻ってただいまからサイコロタイムへと参ります。で、なんとか6時7時ぐらいに雨が降るという予報を円一さんから教えていただきまして、うん、持ったね。でもね、まあ、今まだ降ってないですね。うん、まあ、それまでになんとかということで今、本来の14番目の、うん、吉原宿におります。はい、富士市、富士市ですね。うん、はい、で本日はまあちょっと早く6時ちょっと過ぎぐらいに着きましたので。何時？6時半ぐらいです。それで早い。全然早くないんで。際どいっす。え？皆さんもっと早い。俺3時よ。俺も3時ぐらい。まあ、え、半、3時。東海道53次、すごろく旅 J3 のサイコロに行きたいと思いますが、皆さん準備いいですか？行きますよ。はい。せーの、よいしょ。よし！微妙。はい、はい、ということで、じゃあダーチが見えてたね、今18です。あ、やべえ、かぶってる。ハマチも18、ハマチも18です。僕11です。11T8、なんかおかしなことになったね。さあ、ということで、じゃあダーチどこやんですか。ダーチ僕は11の三島から18が出ましたんで、はい、うん、29、浜松。おお、いいですね。気にしたね。場所もいい。うん、いいですね。いい、浜松。浜松真ん中を越えた。来た来た。うん、うん、じゃあ、タマッチは5の戸塚から18が出ましたんで、うん、23の島田宿ですね。お、来た。まだ上に来ました。おお、よし。やりました。よし。きます。で次大きかったのが僕か。11。僕が今日13の原にいましたんで、13の原だったんで11が出て24の金谷。おお。金谷、島田氏ですね、同じね。そうですね、同じ島田氏ですね。金谷。さあ、ティちゃんが8です。ティちゃん8で、はい。今。吉原にいますから、はい、22の藤枝。おお、珍しく被んのか。明日の目的地です。1がダーチーさんで29の浜松、そして2が円一さんで24の金谷、3位がタマッチで23の島田、そして私が22の藤枝です。本日もご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録忘れずによろしくお願いします。ということで、次回は雨、団子、おでん。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。